買っちゃった。どうも、カチャンネルのカズでございます。今回、久々にね、バイクといっても自転車なんですけど、購入いたしまして、まあ、自転車、いろんな種類があったりするんですよね。一般的なママさん自転車って呼ばれるものもあるし、三輪車とか、いろいろあるんですけども、今回購入したモデルが、ファットバイクと言われるもの。もう超ロマンよ、これ。じゃじゃん、こちらになります。見て、このタイヤの径を。私の握り拳よりも、幅がね、実は、ちょっと広め。なんなら私が所有しているバイクよりもタイヤ径太いですよね。いやー、男のロマンだよね。2年ぐらい前にも欲しいと思ってたんだけども、もう在庫がなくて購入することができなくて、ほんで私がいつも通ってるね、自転車屋さんの方に入荷されてたんで、今回購入してしまいました。こんだけぶっといので、こういったところでもね、もう砂利道とかでもすごい楽勝だし、なんならこの空気圧をちょっと低めに設定してあげれば、砂浜とか行けるし、雪道ですら走れてしまうかもと言われてるみたいです。ちょっとそれがね、楽しみで仕方ないんですよね。ただ欠点として、クロスバイクみたいにめちゃくちゃスピード出るじゃないですか。クロスバイク、タイヤのね、細いやつ、あれめちゃめちゃ出るんですよ。っていうのが、やっぱタイヤが細いから抵抗もちょっと少なかったりするんですけども、もうこれバチバチに抵抗あるので、私ぐらいの脚力だとあれまでにスピード出すことはできないかもしれないんですけど、街乗りにね、ちょっとこれ使いたいなと思って、ほんで山の中とかでもね、使いたいなっていうことで、もう一個言うのは、私最近ダイエットもしてるので、やっぱもっとね、街中で自転車とかこぎてっていうことで購入に至ったわけなんですけども、これかっこいいのがね、マウンテンバイクとかだとサスペンションとかね、フルサスとか、要このハンドルのとことかあるとかないとかってあるんですけども、ナイス。男のファットバイクとかも言われてるような、言われてないようなって感じで、これ自体もね、もう全然軽くない。多分20キロぐらいはね、楽にやるという、しっかり高重量ってやつですこれ。ただもうめちゃくちゃフレームとか頑丈でね、しなやかで、少しのね、カチカチだけど少しのたわみとかも出るようになってて、ちょうどいいとされてる、うん。だから丁寧に乗ってあげれば、もうずっと使えると。いや、もうこれは楽しい。私自身ね、クロスバイクもね、持ってるし、ファットバイクも持ってて、もうこれでどこでもね、遊びに行けてしまう。というわけで、早速試走行ってきますか。これちょっとまず試しに、信じられないぐらいダウンサイン強い。これなんだこれ。やべ、超楽しい。ちょっと走ってくるかの。登ってる登ってる。山道登ってるよ。誰ともすれ違わない。まさに秘境。いやー、日頃の運動不足がね、来てるわ。完全にこんぐらいの坂ね、オラインかかれば簡単なのよ。意外と普通の行動でも走れるってことは分かったぞ。意外と。いや、でもいいもんだね、自転車は。知ってる？競技としてのさ、競輪とかさ、スポーツ種目としてもあるでしょ。トラック競技として、競輪種目についてはね、意外や意外、ヨーロッパとかそういうんじゃなくて、日本の競輪がね、元になってるっていうことで、元々が日本っていうこともあって盛んなわけですよ、日本が。ほんで今、これうちの土地だわ。これ義理の父ちゃんが切った木材だ、これ。よく見えてるこれ。やっぱ田舎もんっていうこともあってね、いっぱい土地あんだよ。いや、ここら辺ファットバイクで走るとなんか楽しいけどな。ファットバイクの特徴的なの分かるかな。分からんかな、これ。ゴーって音、ゴーって音が出るのよ、これ。これがね、またね、趣があって良き。でもこの登った後の下りとかね、やっぱ気持ちいいよね。やらされる。よう頑張った。こんな坂よう頑張ったわ、自分。お、まだまだやるな。いや、うちもね、福井出身でか、今も福井に住んでるんだけどさ、福井ってめちゃめちゃさ、競輪が盛んなの。知ってました？私がね、昔通ってた高校からもうプロの選手いっぱい出てるし、なんなら同級生もね、プロの選手だったりしてて、ほんで他にもね、すげえ偶然だなと思ったのが、もう世界的な選手ということで、脇本選手いらっしゃるでしょ。
脇本選手はね、なんと一緒にトレーニングしたとか言うとおこがましいんですけどね、あの昔一緒なチームでございましたいや、あの競輪の方もね、多少付き合いがあったりとかございまして、あの昔ちょっと横でねトレーニング見てたりすることもあったんですけど、すげえよ、みんなね、すっげーいい足してんのよ。トレーニングしてはいろんなやり方があると思うんだけどね、サウナとか入らずにほてった足を冷やすということで、あのいつも水風呂だけ入って帰ってったっていう、そういう姿をね、すごい記憶にございますと。競輪選手めちゃめちゃ速いでしょ。時速どんぐらい出るのかなって言うと80キロだって。80キロって言うとロードバイクとかやってる方もね、あの知ってると思うんですけど、風すごいっすよね。ほんでもう向かい風っていうか、風の強さで言うと台風並み、それに向かって漕いで進んでると。こうやって走ってもこれ何キロ出てるかとか分かるんで、自分の本気もちょっと見せていこうか。まあ、それよりも、うわ気持ちいい、気持ちいい、空体とか気持ちいい、帰ろう。一回ちょっとね、あのよくあの競輪選手も練習してる場所があるからさ、福井でもちょっとそこで、あの自分もねちょっと練習してみようかと思う。臨場練習、どうでした？まだ30分ぐらいしか乗ってないんだけどさ、すげえ楽しいってことだけ分かった。いや、ロードバイクとねスピードは全然出ないんだけどさ、あのまた違った楽しさってのもある。しかもまだ山道で使ってないから、山道で作った時にもっとよりこれの楽しさ分かるんじゃねえかな。ほんで次、時速80キロ出るっていう、ちょ自分もねちょチャレンジしてみようと思うんですけど、では選手交代、えいっ、じゃーんと、もう購入して10年ちょいぐらい経ったんじゃないのかな。馬が愛すべきロードバイク号でございます。ちなみに先ほどの子と比べると、はい、天と地ぐらいタイヤの径が違うという、まあ、山道に強いのはこっちだけどスピード出るのはこっちといった感じでございますね。ちなみにあのギア変速機能もいっぱいついてるんですけども、同じ会場さ、あのくるくる回ってるトラック競技になってくると変速機能なしなんだって。あれひたすら同じギアってクーあとなんかケイデンスを回すみたいな仕様になってるとのことです。そんなしんどかったんだなあれ。まあとにかく私のね今回チート付きでどのぐらいスピード出るのか、試していきますか。はい、というわけで夕暮れ時すげえ気持ちいい。パッドバイクも楽しかったけど、あの路面が綺麗だとロードバイクすげえ気持ちいい。さてさて、ここはよく練習の場にもね使われてるようなあの行動ではあるんですけども、道が綺麗でね、ストレートが綺麗なんですよ。さあちょっと練習しようかな。どんぐらい出んだろうなこれ。ちなみに今プロのタイムだと1キロベッド走るのに1分ぐらい。スピード出てからじゃないよ多分走り出しとか。ちょっと1キロぐらいの距離感がよく分かんないからね、これはその先ほど言った80キロだね。最高速で80キロぐらい出るらしいんだけども、カズさんがどんぐらい出るのか、台風ぐらいの暴風戦ってくるわ。ちょっとカメラから速度のやつが見えないと思うんだけど、今で足がよ衰えてるとはな。
いやまあマジこれから頑張ろうと思ったわ。いや同級生でさ、やっぱプロがいるっていうことで、あいいなみたいなね、かっこいいなみたいな思ってたんだけどさ、いやこれすげえわ、すげえ努力の裏にさ、ああいう栄光が輝いてんだねこれ。そんでね、今ある自転車トラック競技の競輪、それはね日本発祥のスポーツとなっててね、世界でも行われることになったんだけども、とにかく日本がねすげえ頑張ってる。実は2020年で世界ランクトップがなんと日本なんです。そんで自転車競技でいうと、先ほど言ったように同じジム通ってた脇本選手で、自分の後輩でいいのかな、俺の後輩が脇本選手ダメ、今のは絶対ダメ、はい一生懸命練習中心に来てたということで、私の後輩ではないです、はい、たまたま同じジムだったっていうところなんですけども、皆さんも脇本選手知ってますか？世界的に有名な選手です。先ほど80キロを超えるとかね言ってたんですけども、脇本選手の持ち味が80キロを以上のスピードで逃げ切る。だから先頭の選手大変なんですよあれ実は。なんで選手の後ろついてなかなか追い越さねえんだみたいなあると思うんですけども、後ろについてるとね風の抵抗が少なくなるから、だから風の抵抗バリ受けで80キロ以上長い時間保てるのが脇本選手ということで、自分40キロで今弱音吐いてしまいました。今ねほぼ無風です。あって1メートル2メートルぐらいの風、1メートルぐらいかな、ほぼ無風で40キロ、私で80はねもうバグってるわ本当に香港で行われたネーションズカップとかでも世界の強豪と戦って見事銀メダルを獲得してるということなので、いや自分も負けてらんねえよな本当に。20超えたぐらいからさ、同じ世代の人たちがどんどん活躍っていうのは周りで見受けられるんですけど、おい自分何やってんだみたいな。ほんでもう30ぐらいになるとね、ちょうど自分の後輩にあたる党の人たちがね世界的にすごい活躍してるということで、負けてらんねえ、ちょっとトレーニングすっかな。いや先輩として負けてらんねえ、一応先輩でしょ、後輩っていうわけじゃないけど一応先輩っていう気持ちでいるので、負けてらんねえっすよ。頑張ろうお前。まだ家にもねトレーニングマシンいっぱいあるので、なんか喉枯れちゃった、帰ってからちょっとケイデンスとかそっちもやっていくか。でもこう体痛めるのはね辛いんだけど楽しいですよねこれ。よし行こう、帰るか。よしというわけで、じゃーん、カズチームなんで室内にあるんだろうってね疑問に思う方もいらっしゃると思うけど、疑問です。でもここがね今我が家で一番楽しい部屋です、間違いない。さあもう今日だいぶ鍛えられてると思うんだけどさ、まずケイデンスっていうのが1分間にどれだけこの回せるかっていうやつでございまして、プロの選手になってくると、280を超えるらしい自分の場合この1分間に1、2、3しみたいな、これをどんだけ回転できるのかやっていこうと思う。競輪のさプロの友達も頑張ってるし、脇本選手もねいろんな大会あるからさ、同じ福井出身ということだし、ジムも一緒だし昔ね、応援したいと思うんだけども、私がどのぐらいいけるのか今から測定していきたいなと思います。ではできます。1秒間に2回ぐらい回った。1秒間に1回、1、2、3、4、5、1秒に1回回したら1、1秒に2回回したら120、3回回したら180、4回回す1秒間に1、待ってどういうこと、もう1回いこう。つまり80キロ以上出すって時は、それをずっと続けるってことでしょ。待って待って、いくね。正確に言うと日本のトップ選手は289を計測だって。もう無理よ、うちもう無理よ。テストと一緒とかで60点から70点はある程度の努力で何とかなると思うんだけど、80点から90、90から100点ってその何倍もの努力が必要だと思うんだよね、多分その領域。疲れた今日。はい、というわけで本日はこんなところで終わりますか。改めてね
プロの選手ってすごいよ。いや本当はね、一緒にトレーニングみたいな企画もねやりたかったんですけど、やっぱ今こういう時期なのでね、そこら辺はできなずね、いたんですけど、改めてね、私は私でトレーニング頑張ろうかなと思いました。で、何よりね、やっぱ今日こうやって自転車とかね、ロードバイクの練習してみて、すげえ楽しい。自分でやるのもね、すごく楽しいと思うし、自分がやることで見ていて、あ、競輪すげえんだなみたいな、トラック競技とかもなんか凄さがね、改めて実感できるんじゃないのかなと思います。人間じゃない、本当にレベルが人間って限界超えれんだねってすげえ感じました。先ほどから動画でちょこちょこね出てたと思うんですけども、脇本選手ですね、いろんな大会をねこれからも頑張るということで、私もねテレビの前で応援したいと思うんですけども、いや本当に頑張って、一緒にトレーニングっていうとおこがましいんですけど、一緒なところにいたからね横で見てたからもう尊敬しかない。年下ですよね、年下だと思うんですけど、脇本選手の方がね、本当私無駄に年取っちゃったなって感じ、やっぱすげえ若者いっぱいいるわ。皆さんもこの機会にぜひね、自転車とかね、いろいろ自分で動くってのも楽しんでいただきたいし、そんで世界一を目指すね脇本選手の応援のほどですね、皆さんもよろしくお願いいたします。というわけで本日はこんなところで、またお会いいたしましょう。もっとこれスピード出るように頑張るから、じゃあね。